プラタナスの並木の見える喫茶店。そして私はいつもここでロイヤルミルクティーをオーダーした。そう、3年前までは。マナブと別れてから私はこの店に入ることはなかった。別れたばかりの頃は悲しくて店の前を通ることもできなかったし、ロイヤルミルクティーも嫌いになった。だけど3年経った今、私はまたここでロイヤルミルクティーを飲もうとしている。別れた理由はありがちな三角関係。マナブが二股かけてるのに気がついたのは、こっそり壁に書かれた春菜という鉛筆での落書き。春菜って誰？え？こんなところに名前なんか書いちゃってバカみたい。何よ、バイトが忙しいなんて言ってこのこと会ってたんでしょ。マナブは違うとは言ってくれなかった。私は泣いてぶって、そして別れた。今思えばあの名前はマナブが書いたんじゃなくって、春菜という子が自分の存在を私に知らせるために書いたんだと思う。私は何の疑いもなくマナブと付き合っていたけど、彼女は私の存在に気づいていたに違いない。そして今こうやってまたこの店でロイヤルミルクティーを飲んでいる。それはマナブを懐かしむためじゃない。マナブをもう過去の人だと確信するため。ミラコ先輩また残業っすか？俺手伝いますよ。へえ、いいよいいよ。ともみくん、明日新人研修で朝早いんでしょ。2年前、吉川ともみなんていう女の子みたいな名前の新人くんが入社した。その頃私は大きなプロジェクトに参加させてもらえることになって張り切っていた。帰ってもどうせ夜中までテレビ見ちゃったりするんですから同じっすよ。それより先輩に恩売っといた方が私恩をあだで返すかも。怖いな先輩は。そうやって残業続きの私をともみくんはよく一緒に残って手伝ってくれた。今日は遅くまでありがとうね。食事でもしてく？おごってあげる。やった、俺も腹ペコだったんすよ。でも三度に一度は逆におごると言って譲らなかった。俺一応男だし。彼は絶対先輩後輩のけじめを忘れない子だったし、下心があるとも思えなかった。半年後に彼は本当に私のアシスタントとして配属された。私たちは仕事の上でベストコンビだった。そんなともみくんが夕べ別れ際に突然言った。年下は嫌いですか？私はその言葉を待っていたような気もする。だから今日私はここへ来た。ここへ来てきっちり心のけじめをつけたらともみくんに会いに行く。彼とは6時に待ち合わせをしているのだ。やっぱりロイヤルミルクティーか。マナブ、そこ座って。ええ、歩いてたら君が見えてさ、懐かしくて。なんという神様のいたずら。あ、エスプレッソね。マナブも3年前と同じエスプレッソをオーダーした。どうしてた？どうって元気よ。そっか。そう言ってマナブはエスプレッソをぐっと飲んだ。苦そうにちょっと顔をしかめて。俺お前と別れたからずっと後悔してた。やっぱりお前じゃなくちゃダメだったんだ。春菜って人は？あれからすぐに別れたよ。あんな落書きしやがって。
お前と俺をダメにしようとしてやったんだ。もっとも二股かけてた俺が一番悪かったんだけど、あの頃はそれが分かってなかった。バカだったと思うよ。学ぶ、俺たちやり直せないかな。そう言って学ぶはテーブルの上の私の手を握った。その瞬間、あの頃の幸せな時がよみがえってきた。学ぶの腕の中にいればそれだけで幸せだった。あの頃私は目の前の学ぶとその手の温かさが私の頭の中にあるともみくんをかき消そうとしていた。あの頃に戻れるんなら、ともみくんとの約束の時間はとっくに過ぎていた。でも私は学ぶの前から立ち去ることができないでいた。雷の音が甘い夢の中をさまよっていた私の目を覚まさせた。美奈子、さよなら。私はそばの店で傘を買うと待ち合わせの場所に走った。もう約束の時間から2時間が過ぎていた。待っているはずないと思ったけれど私は走った。ともみくん、ともみくんは約束通り時計台の下に立っていた。雨に濡れながら、美奈子先輩。バカね、どうしてどこかで雨宿りしてなかったの？その間に先輩が来て帰っちゃったと思われたらいけないと思って。ごめん、ごめんね先輩。何も泣かなくったって気にしてませんから。来てくれただけで嬉しいですよ。私はともみくんの冷たく濡れた胸に飛び込んでしっかりと彼を抱きしめて泣き続けた。ともみくんはちょっとびっくりしたらしくて棒立ちだったけど、なぜか私は彼がしっかりと私を包み込んでくれているのを感じた。